地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。2007年に日本の千葉県市川市福江において、英会話学校講師リンゼー・アン・ホーカーさんが市橋達也に殺害された。イギリス人女性殺人、死体遺棄事件について見ていきたいと思います。事件発生は2007年3月26日に、被害者と同居していた女性から行方不明の相談を受けた千葉県警船橋警察署の警察官が、被害者宅を捜索しました。すると、市橋達也の電話番号、メールアドレスと、被害者の似顔絵を描いたと思われるメモを発見し、市橋達也の家宅捜査に急行しました。市橋達也は、部屋から出てきてマンションの共用廊下で応対しようとしましたが、捜査員が部屋に入ろうとすると、市橋達也は非常階段を駆け下りて同マンション裏の駐車場を経て東京メトロ東西線行徳駅方面に逃走しました。あらかじめ逃走を防ぐために非常階段などにも捜査員が配置されていたものの、取り逃す結果となってしまいました。さらに同日午後10時ごろ、捜査員は市橋達也の家のベランダに置かれていた浴槽の内部で、全裸ので土に完全に埋められた被害者の遺体を発見します。逃走後の市橋達也はしばらく近隣の住宅地の物陰に潜んでおり、そこで探索中の捜査員に発見されて一旦羽交い締めにされるが、ここでも逃走することに成功しています。千葉県警行徳警察署は、市橋達也逃走の翌日、警察犬を投入して嗅覚追跡を行ったところ、東京メトロ行徳駅付近で警察犬が感知しうる市橋達也の嗅覚が途絶えてしまいます。さらに、同駅付近において市橋達也が着用していたとみられる靴下が落ちているのが確認されています。その後、市橋達也は死体遺棄容疑で指名手配されました。千葉県警行徳署捜査本部は、当初100人体制を取っていましたが、後に150人体制に捜査強化し、手配ポスターも3万枚余り作成されることとなりました。さらにこの事件は、公的懸賞金制度の適用を受け、捜査特別報奨金の上限を100万円として、別の4事件とともに懸賞金が掲出されました。これを受け、被害者遺族が駐日英国大使館において記者会見を開催し、市橋達也逮捕とその契機となる情報提供を広く訴求されました。さらに、新たに制作された手配ポスター約6000枚を配布し、最終的には報奨金額は1000万円まで引き上げられました。2008年3月13日、千葉県警行徳署捜査本部は、市橋達也が茶髪で眼鏡をかけた姿と女装姿の2つのイメージ画像を掲載した手配ポスターを新たに公開します。そして、A3 版を約4000枚掲示するとともに、A4 版チラシ約3万枚をホテルや駅などで配布します。被害者の家族は、単独あるいはイギリスのマスコミと一緒に何度も訪日し、事件現場に慰霊に通ったり、駅でのビラ配りを行い市橋逮捕への協力を訴えました。2007年6月27日には専用サイトを立ち上げ、市橋達也の顔を印刷した T シャツをネット販売するとともに、事件の風化を防ぐため繰り返しマスコミへの出演を行いました。捜査協力はあらゆる方面に及び、イギリスのメディア、メール・オンラインは、父親がヤクザにも接触し、市橋達也探しの捜査を依頼していたと報道しています。当時のグレアム・フライ駐日英大使も2007年4月1日、東京都内で記者会見を行い、市橋達也逮捕への協力を求め、家族の活動を支援しています。これほどの殺人事件を、どうして市橋達也が犯してしまったのかというと、それは被害者女性へ乱暴を働き、それが発覚するのを恐れたためと言われています。そもそも被害者女性に対して好意を持っていた市橋達也は被害者女性を騙し、自宅に招き入れています。自宅に入ったところで後ろから抱きつくと、被害者女性から強く拒絶され、その勢いで暴行をしてしまったそうです。しかし、このまま結束バンドを解いてしまえば訴えられてしまうという気持ちがあったからか、そのまま結束バンドをしたまま監禁状態にしますが、被害者女性は手の拘束を解いて逃亡しようとしたのです。そこで市橋達也は、
勢いから頸部を圧迫して窒息死させてしまったようです。ただもともと被害者女性を尾行したりという行動もあったようなので、ストーカーのような気質があったこともわかります。市橋達也の事件といえば、その犯罪の内容だけではなく、有名になったのは何よりもその逃亡劇でした。市橋達也はかなり壮絶な逃亡生活を送っており、その逃亡生活は書籍化もされ、逮捕されるまで空白の2年7ヶ月の記録簿として幻冬舎から出版されました。この手記による収入は全て遺族への弁済に充てるとしましたが、遺族は裁判の前にこうした本を書くことが許されるのか、強い嫌悪感を抱いており、傷つけられた、私たちが求めているのは公正な処罰だけだと話しています。手記の印税は1100万円となり、市橋達也は税引き後の912万円を遺族に渡したいとしますが、被害者の両親は娘を殺したことをネタに金儲けをしているとして、1銭たりとも受け取らない立場を千葉地裁で明らかにしています。市橋達也は逃走時に5万円ほどの所持金があったそうで、逃走開始直後に靴と靴下、上着を紛失したものの、ゴミ捨て場からサンダルと上着を入手しています。また逃走初日のうちに放置自転車や電車を利用して秋葉原まで移動し、途中立ち寄った東京大学医学部附属病院の障害者用トイレで人相を変えるために尾翼を左右から縫い縮める自己整形手術を行っています。さらにほくろを自らカッターナイフで切り落とし、下唇を小さくするためにハサミで切るなど、さまざまな方法で自分の顔を変えています。その後は埼玉、群馬、茨城などの北関東周辺を放浪し、熱海を経て静岡県の駿河の湾付近まで南下した後に青森県まで北上することを決めます。東京から新潟を経て青森まで移動し、青森駅前公園で1週間ほど寝泊まりするうちに青森の経済状況が良くないことを感じ取り、働いて生活するために大阪市西成区の公共職業安定所を訪れました。ここでは職に就くことはなく、すぐに岡山県を経由して四国に移動しています。四国では香川県高松市から徒歩で徳島県、高知県、愛媛県と歩き、歩きながらも手配写真が掲載されているのを見て、このままでは逮捕されるのは時間の問題と考え、無人島での生活を考え始めました。高知の図書館で無人島について調べ、滞在地として沖縄県の大端島を選択し、松山港からフェリーで別府港に移動し、その後鹿児島県を経て沖縄に渡りました。初回の大端島渡航は準備不足で1週間ほどで頓挫してしまい、資金が尽きた市橋達也は沖縄本島の建設現場で偽名で働き金を稼ぎ、市橋達也は大端島と大阪での住み込み労働を繰り返す生活スタイルを考案しました。市橋達也が逃亡先とした大端島はダイビングスポットや海水浴としては人気があったものの、当時居住していたのは70歳代の男性が一人でした。隣の久米島で仕事を探したものの仕事がなく、自給自足の生活をしていました。1回目の滞在は失敗していますが、2回目以降の滞在では図書館でサバイバルに関して調査し、魚やヘビ、ヤシガニを食べたり野菜を栽培するなどして生活していたそうです。飲料水はオウ島に泳いで渡り、1週間分の飲料水をペットボトルに詰めて持ち帰るなど、かなり野生的な生活をしています。そんな市橋達也の逮捕の手がかりとなったのは、まずは美容形成外科からの通報でした。2009年11月5日、名古屋市内の美容形成外科医院が過去に美容形成術を行った患者カルテの顔写真を整理していたところ、男性には珍しいほくろの除去を不審に感じました。そこで報道された市橋達也との一致部分を確認し、病院スタッフが通報しています。県警は骨格などから市橋達也と断定し、顔写真を公開しました。さらに手術後の新しい指名手配の報道を見て、大阪府茨木市の建設会社において市橋達也が住み込みの土木作業員に従事していたとして、雇用主の建設会社が警察当局に通報を行いました。一番の決め手となったのが、
フェリー乗り場からの通報です。その頃は大橋まで生活していた頃で、神戸市東灘区の六甲船客ターミナルにおいて、従業員が沖縄行き航路に搭乗しようとしていた乗客の中に市橋達也に似た不審な男性を発見しました。当日は神戸発沖縄行きの航路は欠航であったため、同航路に就航していた大阪南港発の沖縄行き便を案内しました。すると市橋達也と思われる人物が乗船のため大阪南港に向かう旨の発言をしたことから、不審に思った担当者は警察当局並びに大阪南港担当者に通報しました。そしてついに2009年11月10日、フェリー乗り場にいるところを身柄確保された市橋達也は、移送された大阪府警住之江署において事件容疑で逮捕、さらに東海道新幹線を経由して千葉県警行徳署に移送されました。市橋達也は強姦致死罪、殺人罪、死体遺棄罪で起訴されました。市橋達也の場合、被害者はリンゼー・アン・ホーカーさん一人なこと、市橋達也に前科がないことから死刑は求刑されませんでした。第一審で無期懲役となり、市橋達也と弁護側は控訴しましたが、控訴審において棄却された後、上告がなかったので無期懲役が確定し、現在も刑に服しているという結果になっています。